そうやって見捨てるのかな、王の元で君を待つ親友を。あんた、なぜそれを。時間が惜しい。余計な問いを投げる前に、走れ、メロス。俺が引導を渡してやるよ。よこせ、その首を俺に。僕は嫌われてるようだから退散するよ。だって退屈じゃん、ここ何も刺激ねえし。なんや、ずいぶん懐かしい声やな。少しは艦長代理の話を聞いたらどうなんだ。化け猫ではにゃい、我が輩はただの猫である。戦勝できるのは侵食された本に呼ばれた文豪だけなんだ。侵食者、侵食者の標的となった本にはその本を書いた作家の魂が囚われる。侵食者を消し去る方法は一つ、この物語を正しく完遂させればいい。お前にはこれから我々と共に侵食者と戦ってもらう。俺が侵食者と。新番組文豪とアルケミスト審判の歯車、テレビ東京他にて4月3日金曜深夜1時23分から放送開始。っていうか、なんで文豪が戦うの？痛いところをつくな。やっぱり面白いね、太宰くんは。